支援じゃないんですけど、あの初めてそうこういうライブに参加できて本当に嬉しく思っています。私たちはそういう音楽を続けながら皆さんを元気にしたいなっていう気持ちで、あのやってみました。はい、大津港、私の本当に生まれ故郷なんですけど、ヨーソロっていうところがあるんですけど、そこでハーバーライトコンサートっていうのをやってまして、復興支援のため の, あの初めて私も喜んで見てやってやらせていただくんですけど、いろんなお魚も美味しいものを焼いたりしてるので来ていただけたらと思います。はい、東京の9月の14日なんですけど、南青山マンダラというライブがありまして、そこで実は、シュークガシのツアーを14本日本全国回ってたんですね。でやっと昨日新潟で終わりまして、でその最後の追加公演っていうのを、そうで、コムコメのメンバーが演奏してくれるということで、シュークガシの曲を生演奏でお送りするライブを、やりますので、もしよかったらいらしていただけたらと思います。9月の14日、日曜日なんですけど、次の日お休みなので月曜日で、はい、ぜひいらしてください。